はい、皆さんこんにちは、村長です。ジャムスティック、電子ギターというかミディコントローラーというか、これで、この iPad のソフトとレンズ同士でですね、ギターが演奏できます。フレットが5フレットしかないですけれども、でもこれもうまく使えるようになってて、もっと高い音域までですね、この3倍、ですから15フレットぐらいまでこう対応できるような、そういう仕組みになっています。で、楽なのは、今音鳴ってますよね、これオクターブじゃない、カップを上げるのもボタンを押すだけで、で急にリセットしたいときはこれで戻ります。でこの一個一個のフレットにセンサーがついていて、赤外線センサーで、どこを押しているかがわかるようです。ですから元のチューニングはいりません。弦の張り方も一定です。それで例えばアルペジオをしてみますね。それで、こういうふうに弾けるわけですけど、もちろんこれはミディの鍵盤、こういうものと仕組みはある程度同じです。ですから、音も変えれます。先日から、買った音源で、世界最高峰の音源、はい、レイバンズクラフトというんですかね、275というね、世界で一番高いピアノの音を再現して、そしてこのレイバンソフト、クロフトさんもこれなら、本当のピアノの音と変わらないということで公認をしたという、そういう音源です。はい、また、この音のことについては、ピアノの音のことについては、また僕の他の Facebook の記事に書いてますので見てください。はい、音楽仲間の大先輩、亀岡さんもいい音だということで早速購入したようです。ということで、ピアノの音もこのジャムスティックで鳴らせます。もうちょっと高い音を弾いてみましょうか。これで7つぐらい上げましたね。
ピアノの音を再現して本当にいいのかというのはありますが、まあでもこれはこれですごくよくできています。ここにね、マグネットの PU というかがついてます。そしてここに電源で、後ろはバッテリーで、USB で充電もしながら弾けるので、まあ時間気にすることないですけど、満充電で8時間弾けるということで、はい、この付属ソフトというかね、こちらの方では、ナイロン弦も弾けます。はい、ということで、また実践で使ったらというか、今日使うんですけれども、今日明日使うんですけど、また報告したいと思います。